宮沢賢治、趣味線、岩手山です。古代インドの世界観が仏教に取り入れられたもので、世界の中心にそびえるという鉱山、標高約90万キロ、この山を中心に、七重に山が取り巻き、山と山との間に七つの海があり、一番外側の海を鉄海山が囲みます。この外海の四方に四大巣が広がり、その南の巣に人間が住みます。頂上は帝釈天の地で、四天王が諸天が階層を意にして住み、日月が周囲を回転します。ちなみに日常会話で金輪際という言葉を使いますが、由来はこの趣味線から来ています。岩手山、岩手県にある日本百名山に選定されている山です。文学に多く登場する山で、古典文学として和歌集に出てきます。近代文学では、石川啄木や高村光太郎らの作品に登場します。岩手富士と言われるほど雄大な山です。とっても素敵な山ですね。宮沢賢治、詩人、童話作家、仏教信仰に根ざした、法華経信仰に根ざした創作活動を行いました。作品中に登場する架空の理想郷に、郷里の岩手県をモチーフとしました。宮沢賢治は岩手山に100回以上登りました。宮沢賢治の文学は岩手山の神様が書かせたのでした。岩手山の神が宮沢賢治にかかって、宮沢賢治は作品を抱えせたわけですね。宮沢賢治の作品っていうのは岩手山の神様が取り継いだ、そういう作品なんです。岩手山はなぜかというと、岩手山、それは趣味線を映していると思います。私は仏教の山である趣味線が岩手山を映していると思います。だからこそ宮沢賢治の文学というのは、法華文学だったわけですね。これが宮沢賢治の法華文学の真相だと思っております。